たぞ。あれが敵将。確保できています。ここで決着をつけるぞ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ。我に下るか。何してここへ。誰かが俺を見てくれた。もう子供、誰かが俺をかくまってくれた。その者が太刀も
俺の鎧。誰が歯を研いでおった。武士か。壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ。ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬほどめね。米を出せ。少しならあるから持って行って。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くそ、かがんで。どうする。こっち。待って。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか。地頭の知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所は分かるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下文を送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。くぐって。何が望みだ。きつくね。今はこらえて行くよ。待って。通って。よし。
一か八かだ。待って、荷車が。今だ。早く。中太郎、万兵だ。屋根に登るしかない。